We are here, WA Radio. WA Radio. 河瀬直美、アンドレア・ポンピリオン。開催前にちらっとあの直美ちゃんも言ってたけど、あのそのユース、うん、まあとにかくまあもう自分もこういうポジションなんで、うん、はい、やっぱりそのユース世代に何かしていきたい、やっぱ彼らにもっとプラットフォームを与えていかなきゃいけないっていう話があったじゃない、うんうん、でそれはまあ僕らもすごいあの共感してるところで、このワールドラディオも、うん、そうやっぱそのユースカテゴリーっていうのをやっぱ作ってて、はい、やっぱ若い世代にプラットフォームを与えて、うん、それ日本だけじゃなく世界中の、うん、若い子たちも参加できるようにして、うんうん、まあ、表現する場を与えていこうということなんだけど、はい、映画祭の方でもそういうふうに毎回、まあ、さまざまな若い子たちが集まってきて、うん、作品作りに取り掛かっていくと、はい、そうですね、しかもなんか確か話によると12、3歳ぐらいの子から上は18歳まで、うん、そう、そのユースっていうのはどういうふうに見てる今は、あのね、うん、ユースシネマプロジェクトというふうに題して、うん、で、まあ、このお庭はね、うん、私今回ちょっともう重き俯瞰で10年目、6回だけど2年に1回だから10年目なので そ,、ね、うん、その俯瞰して映画祭を開催するっていう年は、うん、これ晴れの日のお庭だねと思って、うんうん、で毛の日のお庭もあるよねと思って、うんうん、日常でこれは、うん、じゃあ奈良シネマテイクっていうのをやってる、映画館ないから、はい、うちの町奈良ってないんだっけ、ないんですよ、なのでシネマテイクをやってますと、うん、でそれで晴れの日毛の日でしょ、で、うん、晴れと毛をつなぐ日っていうので、うん、あのナラティブプロジェクトっていう、はいはい、その映画を作るっていうことをやってる、うん、だから晴れと毛、まあ、映画を作ると、うんうん、毛っていうのは日常ならで撮ってもらうっていう、はいはい、うん、それからそのユースシネマプロジェクトは、うん、晴れと毛で晴れをつなぐでしょ、そこから、うん、その先の未来みたいな感じをこう考えるっていうことで一番私たちが力を入れてるところなのね、うんうん、でなぜかというと、もうそんなの当たり前で、命は続いていかなきゃ人類終わっちゃうわけですよ、ね、だけど少子化とかやっぱり子どもたちのなんか自殺が増えてたりとかっていう風に生きづらくなっちゃってるわけじゃない、うんうん、それって大人もそうだからだとは思うんだけど、そうだね、だけどもっと本当により豊かになるっていう、ある意味の本当に豊かさね、うん、経済とかそういうことだけじゃない豊かさっていうのは、うんうんうん、この次の世代が生き生きとこの世界をこうなんていうかな、明るい方向に導く、うんうん、そういうパワーを持っていてくれることやから、うん、なんかそれはものづくりなんじゃないかと思って、自分を表現するっていうこと、そしたら映画を作るっていうのは結構全国でもワークショップでやってる、うんうん、でも私たち3つの柱をそこには掲げてて、作ったら見るやんって、うん、見る目を もう養わなきゃいけないから、うんうん、審査員部門、うんうん、それから見せるってこともしなきゃいけないよねって、うん、作ったんだったら、だから配給宣伝部門っていうのを作ってて、うんうん、この3つの柱でやってるんですよ、このユースシネマプロジェクトって、うんうん、そうするとみんなもそれぞれ全部つながるね、そうつながって、うん、映画祭もそうやんって、うん、作って見せないとお客様とつながれないわけやから、うんうん、それをやり始めたんです、うんうん、そうするとまたいい効果が、効果っていうかつながりが出てきて、うん、ユースを卒業しなきゃいけない18歳から大学生になる子がいるでしょ、まあ、そこ卒業になっちゃうね、はい、でこの子たちはボランティアでまた帰ってきてくれてるんです、うん、うん、で、うん、またユースのお世話をしてくれたりとかして、はいはいはい、こういうふうにやっぱりこう組織立てた上で次の世代にそれを渡していくっていうのはね、もう本当に1300年前からみんなやってる、うん、日本人、うん、まあ、世界でもそうだと思うけど、 そうだね、それがしっかりしてる国や地域っていうのは盤石の、うん、私はやっぱりそういう意味でのシステム作りはすごい大事なんじゃないかなと
システム作りっていう点では、うん、まあごめんなさい、これも以前ちらっと言ってたような気がするんだけど、うん、まあ、ちょっとやっぱりそのヨーロッパの映画業界と、うん、例えば日本の映画業界を比較すると、うん、やっぱりまだまだヨーロッパの方が、うん、ちゃんと継承されるようなシステム、うん、あとはそのなんだっけな、確かいわゆる発表する自分の作品発表する場っていうものの数も含めて、うん、はい、あと観客の見る目も含めて、うん、すごくやっぱりレベルは高くなっていると、うん、でそれはもういかに日本を上げていくか底上げしていくかっていうところで、うん、どうなるのかしらってね、ちょっと濁してた記憶があるんだけど、はい、今どんな状況なの？例えば私たちのこのユースに参加してくれる子はものすごくみんな優秀で、うん、自分たち大人は一切ある意味内容とかには口出ししない、うん、で、うん、作る方はね、で見る方審査員のところも大人の意見は一切挟まない、うんうん、でも彼らが選ぶのはアカデミーを取った作品やったりとか、大人が選んだ最優秀みたいなの絶対選ぶんですよ。それは情報がない中で、ほうほうほう、だいいものはいい、そうそう、いいものはいいっていう目を持ってるのね。でそれをちゃんとそういう場でやってない、なんか大人が与えてしまってる、うん、ああ、はいはいはい、うんうん、そうね、そうなんですよ、うんうん、だからちょっと手出しすぎじゃないですかみたいなことはあるんだけど、うんうんうん、出さなければ彼らは彼らでやっていくからっていう感じを、はいはいはい、うん、受けてて驚きます、うんうん、表現の場はどう？さっきの、まあ、日本の場合だとサッカーは土のフィールドが多いし、うん、向こうはちゃんと芝、はいはい、芝ね、なってるけど、うん、なんか似たような状況なんじゃないのかなっていうふうに思ったりする、うん、学校がねあんまり教育がやっぱ先生がカリキュラムにのっとって、うん、やっぱここまでにこうやってこんな試験やっていい点数取ってをまだ出し入れてないと思うけどね、私は。それならやっぱり競争社会を作る構造の教育システムっていうこと、もっとその発言を彼らから引き出さなきゃいけないし、もうだって受けてるだけじゃないですかみんな。そう、うん、受けてそれを、まあ、ある意味暗記するかなんかして、実体験としてそれがなくて自分の意見でそれが動いていってるんじゃなくて、うんうん、なんかもうちょっと包括的に学びっていうのはあるんじゃないかなとも思うから。だけど、まあ、日本の教育はそういう意味ではこうしっかりと与えられて、うんうん、それをなせればね、うん、ある程度言われたことはできる人にはなるんだけど、うん、自分でそれを見つけに行く人が少なくなってる。まさに想像力だったりそのクリエイティビティっていうものを、はい、そうですね、抑え込んでる。でも小学校入った時点で各映画みんな同じになる。そうだね、うん、そうだね。なんであんなこう小学校入る前までは自由なお絵描きをやってたのに、うん、みんな同じになっちゃうんだろうっていう感じがするし、世界の見え方はそんなに単一じゃないはずって思う、うん、だから私はやっぱりこうもっとやっぱ低学年とか、うん、の時代っていうのはアートに触れて、うんうんうん、自らがこの世界をつかめるっていうような、うん、それが素晴らしいんだっていうような、そういうこう教育の場であってほしいとは思うんだよね。でかつなんかやっぱ自分たちの身体を動かすっていうことがなくなっていってる、体力は落ちてるし、うん、体を動かしてちょっとぐらい怪我して何かを得ていくっていう実感ね、はいはいはい、体とかでの実感みたいなのが薄れていってるなっていうのは思うので、まあ、それは本当イコール表現ができなくなっていくんですよ、うんうん、でかつ何か言われたらもう萎縮してしまうっていう、自分が言っていいんだみたいな場が少なすぎるのね、うん、変わっていくと思う？まあ特にまあこのシフトの時代だっていうことで当然考えてる人たちすごい増えてるじゃない、はい、うん、そうですね、当然教育現場の人もそうだと思うけど、そう、あ、変えていかなきゃね、うん、と思ってやってる私たちの映画祭では、うんうんうん、むしろそこを一番にやってる、うん、